はい。今回はワードプレスでブログアフィリエートを始めるのにおすすめのテーマを8つご紹介していきます。で、はじめに注意事項なんですけども、えー、本動画のは、えー、2021年9月時点の内容です。 えー、あくまで当方が体感した、えー、評価説明も含まれていることをご了承の上、えー、価格や利用規約など、えー、この動画以降変わっている可能性もありますので最新の正確な情報は公式サイトをご確認するようにお願いいたしますで初めに今回ご紹介するテーマなんですけども大きくまあ始めやすさ重視初心者におすすめのテーマとあとはブログアフィリケート経験者 SEO 好きな人向けと いう二つの軸で分けました。で、始めやすさ重視、初心者の方におすすめというテーマで、すえル、え、こちらにあります、スウェルブログにもホームページにも使える、ブロックエディターで非常に使いやすい作りになっている、シンプルで使いやすいテーマです。で、二つ目がサンゴ。 サルワカさんというメディアサイトが開発したえこちらのサンゴというテーマでご覧の通りかわいい柔らかいデザインが好きなブログ初心者に人気のテーマですで3つ目がジンこちらもブロガーさんに非常に人気のある比較的柔らかいデザインが好みなブログを始めたい初心者の方に非常に人気のあるテーマですで4つ目がストーク こちらのストークというテーマですね。こちらは結構前からリリースされているテーマで、初心者から有名ブロガーまで根強い人気のブロガー向けテーマです。で、5つ目がコクーンです。今回ご紹介するテーマは基本的に有料テーマなんですけど、その中で唯一このコクーンだけ無料テーマになります。 で特徴としては無料テーマではあるんですけども非常に高機能なテーマでいろいろな人が使っている非常に人気のテーマですで次にブログアフィリエイト経験者 SEO 好きな人向けのテーマなんですけど1つ目がアフィンガーこちらのアフィンガーというテーマですこのテーマは当サイトでも利用している、まあ、本格的にアフィリエイトサイトを始めるのにおすすめの高機能テーマ 稼ぐに特化したワードプレステーマと書いてますね。で、次にご紹介するのはダイバー。こちらも非常に高機能なテーマで、アフィリエイトやメディアサイト運営したい人向けに向いている高機能なテーマです。で、8つ目にご紹介するのが権威です。 こちらは SEO 実績の高いロングセラーテーマで特典の SEO マニュアルや会員サイト内のフォーラムなどテーマそのものもそうなんですけど特典の付加価値がかなり高いのが特徴かなと思いますでざっくり分けるとこのような形ですね経験者や SEO が好きな人向けはアフィンガーやダイバー権で初心者向けで始めやすさ重視ですとスウェール、サンゴ、ジン ストーク19コクーンなどがよく挙げられるかなと思いますでこの中でも特におすすめなのが初心者向けでしたらスウェルサンゴジンあたりが特におすすめで慣れている人でしたらアフィンガー6やダイバーあたりがおすすめのテーマですでストーク19も非常に機能面やデザイン面ではおすすめのテーマなんですけども 他のテーマと違って利用できるサイトが1サイトのみという使用制限があるのでその点が注意が必要です。でコクーンはこの中で唯一無料のテーマでえこちらも非常に高機能で使いやすいんですけども見出しのデザインのカスタマイズというのが HTML や CSS を使ってやる必要があってそういう意味で言うとスウェール3 5人と比べると若干 デザイイン面のカスタマイズで苦労するかもしれません。で、こちらの権威は昔からあるロングセラーテーマで SEO で有名な松尾さんという方が監修しているテーマで非常にロングセラーテーマではあるんですけど 最近ですと、こちらにあります、後発のテーマの方が、初心者向けにより使いやすいような作りになっていたりするので、使いやすさっていう面で言うと、少し他のテーマと比べると、使いづらい印象があるんですけども、購入者専用の会員サイトで、特典の SEO マニュアルが読めたりですとか、会員専用のフォーラム等があったりするので、まあそういった意味で、付加価値が非常にあるテーマかなと思います。で これらをですね、今度はどういった系統のデザインかというので分類すると、こういった感じですね。デザインの傾向で言うと、サンゴやジン、コクーン。サンゴやジン、コクーンは比較的柔らかい、可愛い目のデザインのブログサイトが作りやすいです。で、スウェルやストーク。こちらのスウェルや ストークなんですけどもこちらは清潔感のあるスタンダードなデザインのブログサイトが作りやすいテーマかなと思いますでアフィンガー6やダイバーケインえこちらのアフィンガーやダイバーケインなんですけどもこちらは割とスタイリッシュビジネス系のデザインが作りやすいテーマかなと思いますでこの中でスウェルとかは ブログだけでなくよくホームページとしても使われたりしてますし権威も割とビジネス系のホームページよく見かけたりすることがありますでもちろんですね同じテーマでも配色や画像でかなり印象を変えることができるので一概にこうとは言う部分はできないんですけどもざっくりの傾向ということで参考いただくといいのかなと思いますでそれぞれのテーマについてもう少し詳しく説明をしていきます一つ目がスウェール こちらは買い切り型で17,600円の有料テーマになります。で、100%GPL というライセンス形態で複数サイトにも利用が可能です。特徴を挙げると、まあ、初心者が始めやすい、清潔感、スタンダードなデザイン、ブログにも使えますし、ホームページ型サイトにも使いやすいテーマです。で、フォーラムが利用可能で、 一般に公開されているサイトで使い方のマニュアルや質問フォーラムを閲覧することができます。で、スウェルブロックというテーマ独自のブロックを使ってページを作ることができます。実際どんなのかと言いますと、こちらスウェルのデモサイトなんですけども、スウェルの場合、このスウェルブロックという独自のブロックを利用することができて、 FAQ であったり、ステップであったり、吹き出しや、キャプションボックスというような独自のブロックを利用することができます。こんな感じですね。で、こういったブロックを利用することで、HTML や CSS 等がわからない方でも、見栄えの良いブログサイトを作ることができるといったのが特徴ですね。 で次にご紹介するのがサンゴサンゴは価格が税込1万1000円でライセンス形態はスプリットライセンスという形式で本人所有のサイトに限り複数サイトの利用が可能ですで初心者でも始めやすくかわいいめのデザインですで一般公開サイトにて使い方のマニュアルがあります ただ、質問フォーラムというのは基本的になく、バグ報告系のみコメントから出すことができるといったような形ですね。こちらは有名なウェブメディアのサルワカさんというウェブメディアから誕生した有料テーマで、結構個人向けブログやアフィリエイトを始めたい方に人気のテーマだったりします。で、サンゴもですね、独自のブロックというのを持ってまして、 こちらは産後用のプラグインを追加する必要があるんですけども産後カスタムブロックというのを利用することができます吹き出しですとか産後ボックスレビューボックス FAQ といったような形のブロックを利用することで見栄えの良いレイアウトというのを作っていくことができますよといったような形ですね こういった感じですねで配色等は基本的に淡い目で可愛い柔らかいのが初期設定になってますで次にご紹介するのがジンというテーマですこちらも買い切り型の1万4800円の有料テーマで本人所有のサイトに限り複数サイト利用が可能ですでテーマの特徴としては初心者でも始めやすくまあサほどでもないんですけど比較的柔らかい目のデザインで 一般公開サイトにて使い方のマニュアルがあって、質問フォーラムもあるという点が、初心者でも使いやすいような仕組みになっているのがいい点ですね。で、まあ、ジンもですね、独自のブロックというのを使うことができます。こちらのジンブロックというのが用意されていて、シンプルボックスですとか、見出し付きボックス、吹き出し、ランキングですとか、 まあ、ブロガーさんがよく使うブロックがこういった形で利用することができここを編集して見栄えの良いサイトブログサイトを作ることができますで比較的初心者の方で細かい設定よりも始めやすさ重視で見栄えの良いデザインのブログサイトを作りたいということでしたらこのスウェールかサンゴジンの3つのテーマが結構手堅いテーマではないかなと思います 4つ目にご紹介するストーク19というテーマなんですけどもこちらはですね結構昔からあるテーマ以前はストークというテーマでストーク19というのにリニューアルされたんですけどもまあ初心者から有名なブロガーまで使っている非常に根強い人気のテーマですで買い切り型で1万1000円で利用することができますただ注意点としては本人所有のサイトであっても1サイトのみの利用制限がある という点で1サイトのみの場合であればあまり気にしなくてもいいんですけども複数サイトにこのテーマを利用したいといった場合はその分ライセンスを購入する必要があるので注意が必要です、まあ、あの特徴としては初心者でも始めやすくスタンダードなデザインですねで一般公開サイトにてマニュアルがあってメールサポートもありますこちらも、まあ、こういった形で用意されていて 吹き出しや Q&A ボックス補足説明とブロガーさんがよく使うブロックが用意されているといったような形ですねで次にご紹介するのがーというテーマですこちらは今回ご紹介しているテーマの中で唯一の無料テーマで初心者でも始めやすく比較的柔らかい目のデザインでフォーラムを利用することも可能です で、一般向けに公開されているサイトで使い方のマニュアルがあって、結構フォーラムも活発で、わからないことを調べたり質問したりすることが可能です。で、機能面も非常に高機能でして、こちら国運のデモページなんですけども、こちらも国運ブロックというブロックが用意されていて、アイコンボックスですとか、白抜きボックス、え囲みボタン、 アイコンリスト等々ですね独自のブロックが用意されていてこのブロックを利用することで初めての方でも見栄えの良いデザインのレイアウトを作ることができるといった特徴がありますでその他テーマの設定はこの国運設定というところからできますご覧の通り非常に多くの設定項目があって分からないことはこのテーマ利用マニュアルと いうのを見てあげれば、詳しく書いてあるんですけども、無料の中ではダントツで高機能なテーマなので、結構非常に多くの方が使われているテーマですね。ただデメリットを挙げるとすると、設定項目が多すぎて、何をどうすればいいかわからないという方も多かったりですとか、先ほどのご紹介した有料テーマと比べると、例えば見出しのデザインのカスタマイズとかが CSS 等を触る必要があって、難易度が上がるかなと。 いうのがあります。ただまあ、無料で利用できますので、どのテーマにするか悩んでいると言った方は、まずはこのコクーンを試してみるのもいいかなと思います。で、ここからはですね、経験者、ブログアフィリエート経験者 SEO 好きな人向けのテーマということで、アフィンガーとダイバー、権威をご紹介していこうかなと思います。で、一つ目にご紹介するのが、こちらの当ブログでも使っているアフィンガー6というテーマです。 買い切り型で14,800円税込みです。で、本人所有のサイトに限り複数サイト利用可能で、テーマの特徴としては非常に高機能である程度慣れている人向け。で、比較的スタイリッシュ、ビジネス向けのデザインのサイトを作りやすいです。で、簡易サイト内でマニュアルがありますので、そちらを参考にいろいろ初期設定やカスタマイズをしていくことができます。 ただまあ基本的に問い合わせ先等は開いてないのでその点は注意が必要です。で、非常に経験者でも満足できる細かい設定が可能で有料のオプションプラグインなどを組み合わせるとさらに細かい機能アップや分析等もすることができます。で、このアフィンガーもですね、このスティンガーと書いてあるんですけども独自のブロックを専用のプラグインを導入することで利用することができ、まあメモやマイボックス、 見出し付き、フリーボックス、会話、吹き出し等々ですね。独自のブロックを利用することで、見栄えの良いデザインのブログ記事を作ることができます。で、テーマの設定は、このアフィンガー管理というところから設定することができて、非常に細かい設定、かなり細かい設定まですることができる高機能なテーマですね。 で、次にご紹介するのがダイバーというテーマで、17,980円の買い切り型で、本人所有のサイトに限り、複数サイトを利用することができます。こちらもかなり高機能で、その分ある程度慣れている人向けのテーマかなと思います。で、デザインはスタイリッシュ、ビジネス向けのデザインが作りやすいテーマかなと思います。で、一般公開サイトにて使い方のマニュアルがあります。 フォーラムというのはないんですけども、メールサポートがあるのが特徴ですね。で、ダイバーもこちらのような形で、入力補助と書いてある独自のブロックを利用することができます。ボタンや囲い枠、見出し、アイコンボックス等々ですね。まあですので、非常に細かい設定ができますし、ダイバーもアフィンガーと同様に非常に高機能なテーマで、個人のブログアフィリエートや企業のメディアサイト、 にも向いているテーマなんじゃないかなと思います。で、最後にご紹介するのが権威というテーマです。で、こちらは27,280円税込みで、買い切り型で、本人所有のサイトに限り複数サイト利用が可能です。で、特徴としては、長い間の販売実績を持っているということで、ロングセラーの実績があって、で、こちらも比較的経験者向けのテーマかなと思います。で、 私の知っている範囲ですと結構私業の方がこの権威というテーマを使って、まあ、ホームページ兼ブログサイトを作ったりしている方もいらっしゃいます。で、簡易サイトでフォーラムが利用可能で購入者用に SEO マニュアルの特典もあります。SEO で有名な松尾さんという方が監修した、まあ、SEO が売りの信頼と実績のテンプレートというような形です。ただですね、 結構カスタマイズが HTML や CSS を触るということも多かったりしてどん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 初心者向けに便利な機能を提供していっている後発のテーマと比べると使いやすさといった点では若干他のテーマの方が使いやすいかなといった印象もありますので使いやすさ重視っていう感じのテーマではないかもしれません で、ここからは補足になるんですけども、今回選定したテーマもそうなんですけど、テーマ選びに考慮したいポイントとして、まずですね、テーマの開発メンテナンス履歴が比較的最新であること、例えばテーマの更新履歴が、えー、3年前とか2年前とかなっていると、ちょっと開発がそのまま止まっているのかなということで、少し微妙かなと思います。同様にまあ公式ホームページも更新が止まっているようなテーマですと、少し微妙かなと思うので、 更新お知らせが頻繁にあるテーマの方が今現在も動いているアクティブなテーマということでおすすすめで,すで2018年末グーテンベルグブロックエディターといわれるエディター形式がワードプレスでは標準形式になってこのブロックエディターに対応しているという記述があることも重要なポイントかなと思います。 で、今回はすべて国産のテーマなんですけども、海外製も含めると色々なテーマがあるんですけど、海外製ですとやはり日本語で調べた時に情報がなかなか見当たらないということで、できれば国産テーマ、あるいは日本語でも解説が豊富なテーマの方がおすすめかなと思います。次に、無料テーマと有料テーマの一般的な違いです。 今回は8つのうち7つが有料テーマで、国運1つが無料テーマだったんですけども、無料テーマでも国運みたいに有料テーマ並みの機能を持っているテーマもあったりします。ただ、一般論で言うと、有料テーマの方は、購入者専用マニュアルや、フォーラムサポートなど特典がついているものも多く、機能面もデザインや機能で、無料テーマよりも優れていることが多かったりするので、 価格が先ほどご紹介したのだと、だいたいま一1万1000円から2万7000円ぐらいだったかと思うんですけども、価格的に問題なければ、有料テーマを利用してあげた方が、手っ取り早く見栄えの良いデザインで、より細かい設定まで行き届くような設定ができるかなと思いますので、予算に余裕がある方は有料テーマを買ってあげればいいのではないかなと思います。はい。今回は、ブログアフィリエイトにおすすめの8つのテーマ。 サンゴ、ジン、コクーン、スウェル、ストーク、フィンガー、シックスタイバー、ケインについてご紹介させていただきました。で、これからブログアフィリエイトを始めたいという方で、テーマ選びも結構重要だったりするので、まあ、今回ご紹介したテーマをご参考いただけるといいのではないかなと思います。で、このチャンネルでは、ワードプレスやホームページ、ブログなどについてお役立ちになる情報を随時配信しておりますので、 ご興味ある方はチャンネル登録をしていただけますと幸いです。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。